九州北部、四国、中国地方、近畿、北陸でも梅雨が終わった。気象庁は28日、九州北部と四国、中国地方、近畿、北陸で梅雨が終わったようだと言いました。この後、天気が変わることがなかったら、今までで一番早く梅雨が終わった年になります。関東などでも27日に梅雨が終わって、40度ぐらいまで気温が上がったところがあります。東京では午後3時までに12歳から96歳までの80人が熱中症のようになって病院に運ばれました。三重県では畑で倒れていた90歳ぐらいの女性が亡くなりました。熱中症が原因のようです。気象庁はこれから2週間ぐらい日本中で気温が高いところが多くなりそうだと言っています。梅雨が終わったばかりの頃は暑さに慣れていないため、熱中症になる危険が高くなります。水をよく飲んだり、エアコンをうまく使ったりして熱中症にならないように十分気をつけてください。はい、今日読む記事は梅雨の記事です。これは日本の夏の写真。うん、暑そうでしょ？見て、この太陽。はい、日本はね、暑いから日傘を差すんです。これは日傘ね。でも見て、マスクをしています。暑い。はい。で、今日の記事どんな記事ですか？梅雨が終わったという記事ですけど、梅雨って何ですか？はい。というわけで、今日のトピック、梅雨ですよ。梅雨。ひらがなだと梅雨。で、漢字だと梅の雨と書いて梅雨です。はい。どういう意味ですか？知ってる？レイニーシーズン。うん。はい、いつですか？レイニーシーズン。春があるね、夏があるね、秋があるね、冬があるね。いつですか？はい、もうわかるよね。春、夏、秋、冬。はい、夏の前にあります梅雨。はい、でもなぜか梅雨はね、あのシーズンじゃないんだよね。はい、シーズンじゃない扱いになっています。はい、それが梅雨です。梅雨が終わったら夏になる。これが日本ですね。はい、読みましょう。はい、1つ目、気象庁は28日、九州北部と四国、中国地方、近畿、北陸で梅雨が終わったようだと言いました。この長い、これ何ですか？はい、これはエリアの名前です。地方の名前。はい、日本人は社会とか社会の時間に勉強します。九州地方とかね、四国地方、近畿地方、北陸地方と言ったりしますよ。はい、でこれは場所ですね。はい、梅雨がどこで終わりましたか？はい、この場所で終わりましたと言ってます。でもどう言ってますか？終わっただようだって言ってますね。はい、ようだ。これどんな文法ですか？はい、これはですね、オブザベーションです。はい、ようだ。はい、終わったと思います。終わったようです。はい、私は終わったと判断します。きっと終わりました。はい、そんな使い方をします。終わったようだ。はい、どうしてですか？もしかしたら終わってないかもしれないでしょ。はい、でもね、私はプロです。
プロが見て終わったよ、きっと終わったというプレディクションですね。はい、そんな時に使うのがこの終わったようだです。次、このあと天気が変わることがなかったら今までで一番早く梅雨が終わった年になります。ほら見て、また出てきた。この天気が変わることがなかったら、つまり変わるかもしれないよって言ってるんですよね。はい、だからようだなんです。ようだと言って、さらに変わることがなかったら、はい、たら、はい、A たら B ですね。はい、A たら B、 いいですか。イベント A たら B、 はい、 If event A happens on condition、 conditional です。 Then B takes place。 はい、このまま雨がね、もう一回降らない、もう降らなかったら初めて、はい、どうなるんですか。何々になります。一番早く梅雨が終わった年になります。うん、今までで一番早く梅雨が終わることになる、ことになる、これからですよね。はい、どうしてなるなんですか。どうしてなったじゃないんですか。 Again、 まだわかんないよ。この後天気がもしかしたらまた雨になるかもしれない、だから言ってるんですね。はい、もし終わったとしたら、今までで一番早く梅雨が終わった年になる。はい、今までで一番早く、日本語の最上級、一番早く、はい、最上級を言いたいときはね、 The earliest、 はい、 The earliest、 どう言いますか。一番を使います。じゃあ何ですか。一番、The cutest、 何ですか。一番かわいい、はい、Coolest、 何ですか。一番かっこいい、はい、他に何かあるかな。The most important、 一番大切な、はい、The interesting podcast、 一番面白いポッドキャスト、はい、今日も聞いてくれてありがとう。じゃあ続いて、関東などでも27日に梅雨が終わって40度ぐらいまで気温が上がったところがあります。関東などでこんな場所がありますと言ってます。どんな場所がありますか。はい、2つのイベントがあったよ。梅雨が終わる、1つ目、2つ目は気温が上がった。はい、これを T フォームでつなぎます。梅雨が終わって気温が上がったところがある。はい、何々があるオブジェクトですね。何々がいる、はい、アニメイティドですね。東京はどうかな。東京では午後3時までに12歳から96歳までの80人が熱中症のようになって病院に運ばれました。はい、何が起きた。はい、東京で何かが起きた。 This is big topic、 だからはパーリコですね。はい、東京では、はい、I'm going to talk about 東京と言ってます。はい、As of 東京、東京ではこんなことがあった。はい、何がありましたか。誰かが運ばれた。はい、誰が運ばれた。80人が運ばれた。どこに運ばれた。病院に運ばれた。どうして。はい、テフォームです。またテフォーム出てきます。熱中症になって、はい、つまり80人は2つのアクションをしました。1つ目、熱中症になった。2つ目、運ばれた。はい、熱中症、めちゃめちゃ大切な言葉ですね。日本の夏で熱中症、熱中症、熱中症、はい、何ですか、何ですか。すっごい暑くて気分が悪くなること。すっごい暑くてすごく疲れること。うん、熱中症になったことある人いますか。ある。日本でなったことある。日本じゃなくてもいいよ、なったことある。私はね、昨
ウィーンで熱中症みたいになった。だから日本じゃなくてもなるよ。はい、他に何をした？はい、熱中症になったよね。もう一つ運ばれた。はい、運ぶは何ですか？はい、運ぶ。運ぶはね、そうだな。例えば何かをこう持ってこうやって動くこと、移動することを運ぶと言います。あずみさん、その水を運んでください。はい、運ぶと言いますね。運ぶと言います。じゃあ、運ばれるって何ですか？これは？バーブプラスレル。はい、このフォーメーションのこと。なんていうか覚えてますか？ちょっと思い出して。思い出して。パッシブだね。はい、運ぶ、運ばれる。はい、あずみが水を運ぶ。はい、あずみが運ばれる。はい、あずみが水を運ぶだったら、あずみキャリー水ですけど、あずみが運ばれるだったら、あずみ is carried ですね。OK、わかったわかった。じゃあ次。はい、80人が運ばれた。大変ですよね。三重県では、はい、また出てきた、ワッパーレコ because topic change from 東京 to 三重。はい、三重県では畑で倒れていた90歳ぐらいの女性が亡くなりました。はい、同じ動詞なんですよ、わかります？になる、熱中症になる、それから亡くなる。はい、一つ目の文は熱中症になる、名詞ですね。熱中症になる、しかもように、はい、熱中症みたいになるって言ってます。二つ目はなくなる、はい、これはイアジェクティブ、ない、なくなるです。はい、いなくなることをなくなると言います。つまり死ぬことですね。はい、なくなる、熱中症が原因のようです。はい、again、 もう一回出てきた、熱中症のようになって原因のようです。ようって何ですか？はい、ようって知ってる漢字、漢字があるよ。そうだな、ようです、ようです、ようです、なんて言ったらいいかな。漢字はこれです。様子、様子ということです。つまりオブザレーション、シチュエーションみたいな感じかな。はい、ようです。はい、そう見えます。そんな風に見えます。そんな様子です。っていうことね。はい。熱中症の様子。熱中症みたいだよ。はい、亡くなった原因のようで。原因はこれみたいだよ。気象庁はこれから2週間ぐらい日本中で気温が高いところが多くなりそうだと言ってます。はい、また出た、そうだ、今度はそうだ、そうだ、なりそう、はい、なりそう、これも一緒ですね。最初のようだと似てますよね。多分こうなります、予報です、プレディクション。はい、日本中で気温が高いところが多くなりそう。見てください。Easy News、ニュースウェブ Easy はね、なるが本当に好き。何回使うんだ、なるを。多くなる。いいアジェクティブなので、くにコンジュゲートします。なくなる。多くなりそう。はい。はい、気温が高いところ。ところは何ですか？場所ですね。気温が高いところが多くなりそうだと言っています。はい、梅雨が終わったばかりの頃は暑さに慣れていないため、熱中症になる危険が高くなります。見て、もう一度出た、高くなる、イアジェクティブ、くコンジュゲーション。はい、じゃあ慣れるは何ですか？とても大切な動詞です。慣れる、例えばその温度が平気になること。大丈夫になることね。その状態が大丈夫になる、平気になること、大丈夫になること。
それは慣れると言います。大丈夫になることと書こう。はい、はい、慣れるまでだから、慣れたら、うん、大丈夫になるんだけど、慣れるまでに体がびっくりして驚いちゃうよって言ってるんですね、うん、はい、何をしたらいいですか。大切ね。はい、一つ目、水をよく飲んでください。二つ目、エアコンをうまく使ってください。三つ目、とにかく気をつけてください。はい、この三つの言葉をくっつけるためにね、あ、待って、そう、まずそうか、水をよく飲む、エアコンをうまく使う、これをたりたりするでつないでます。はい、一つ目たり、二つ目たり、バーブたりたりする。はい、必ず最後のするを忘れないようにしてください。はい、水を飲んだり、それからエアコンを使ったりしてください。はい、ポイントは何ですか。パステンス、過去形です。はい、はい、そして、はい、テフォーム、はい、つなげます。気をつけてください、うん、はい、気をつけるって何ですか。あ、いい日本語ですよ。気をつける、あの気を使った日本語が とても多いと思うんですけど、気をつけるの気はね、まあ例えば feeling、 emotion の時もあるし、 awareness、 うーん、いろいろある。はい、この場合は awareness だよね。 pay attention だから。はい、気をつける、あなたの気をね、体にくっつけて、はい、じゃあそしたらほら、みんな aware aware できるでしょ。はい、って言ってます。気をつける、Pay attention。 はい、というわけで今日の記事、どんな記事でしたか。はい、すごい暑い夏がいきなりやってきたよ。いきなり梅雨が終わったから、今日本大変だよというのが今日の記事の内容ですよ。